川上武氏は、将棋騎士。騎士番号は206。東京都足立区出身。平野博吉七段門下。中学1年の頃、第10回中学生名人戦で準優勝。翌年の第11回では優勝。中学3年の春に、奨励会に入会。その2年後の1989年1月15日に、師匠の平野博吉が73歳で他界する。 初参加の三段リーグにおいて15勝3敗で1位の成績を収め、三段リーグを一気抜けして、プロ入りする。その翌年、早くも銀河戦で準優勝する活躍を見せるが、第53期準位戦では2勝8敗と振るわず、高級点を喫する。1996年度、第9期竜王戦の竜王ランキング戦6組で優勝。挑戦権を争う本戦トーナメントでは、 初戦で敗退したが、5組に昇級した。1998年9月18日の全日プロでは森内俊之八段と対局。研究の妙手を見せた。随一は、当時よく刺されていた矢倉37銀先方から先手が、飛車を中央に回し、後手が追随した結果、中央で銀交換が行われ、それを森内が同飛と銀を取り返した局面。 1> 第1図以下、同比同角と、飛車交換も行われ、1五甲同銀2五桂ツ3七角成4、1飛二6馬に対して、1二歩同甲1三角成と見押しを放ったのが、第2図。第2図以下は1三同甲の一手に1一銀、同玉1三桂成1二銀4三飛成8、2飛と森内が、必死の抵抗を見せ、川上の失着もあって金星とはならなかったが、 存在感を見せた。2005年度、第18期竜王ランキング戦4組で優勝して、3組へ、昇級。また、本戦トーナメントでは、初戦で3組2位の島明を破り、準々決勝に進出した。2006年度、第14期銀河戦で、決勝トーナメント進出。高橋道夫に勝ち、ベスト8。 2012年度、第71期準以前 C 級2組で3つ目の高級点を取り、フリークラス陥落が決定した。2017年10月17日、第66期大座戦1次予選に勝ち、7段に昇段した。フリークラス在籍期限まで、残り4年となった2019年度は2020年3月10日時点で、年度成績17勝11敗となり、 3月末までに、組まれた2曲のうち1勝すれば、年度内に、参加期戦数プラス8勝ち以上、かつ、勝率6割以上の規定を満たし順位戦主組2組復帰となったが、中座心、久保田義行に連敗し、年度内の順位戦復帰を逃した。しかし2019年度の好成績もあり、2020年7月17日時点で、 直近の成績を20勝11敗とし、連続30局以上の勝率が6割5分以上の規定による順位戦復帰まであと1勝としたが、7月30日に行われた規制戦一時予選で北島忠夫に敗れ、再び順位戦復帰を逃した。デビュー以来、アイアグラ及び巨飛車対ブリ飛車の対抗型を好み、飛車を振る場合は島飛車にすることが多い。 2008年前後からは、ご手番一手損角代わりも指している。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。川上武史六段が七段に商談将棋ニュース。日本将棋連盟。日本将棋連盟。2017年10月20日閲覧。ありがとうございます。